久保さん告白します実はですね、昨日2回目のワクチン接種したんですよ。で、今日、なんか2回目打つと結構なんか副作用出るよっていう話がね、結構あったんですけど、まあ、出ねえだろうと思ってたんですけど、めちゃくちゃ出て今日、実は。で、まあ途中でもうなんかお昼、お昼、そう。 あの、久保さんに動画送った後ぐらいからもう、もうなんか来て、来始めて、まあ頭ガンガンするし、もうふ、なんか、気持ち悪くて、あんま薬飲みたくなくて、だけどもう、限界で、もう、うわーみたいになってて、なんだこれ、みたいな。で、あの、イブ飲んだんですね、頭の。もう、だいぶ良くなりましたね。じゃ、薬ってええな、みたいな。 いや本当は薬とあんま良くないじゃないですか。劇薬っすよね。多分。バファリンとかイブとか。だけど、あの苦痛から、あの苦痛めちゃくちゃ痛かったんで、まあ、もうし今日もう喋れないなと思ったんですよ。もう今日絶対もう喋れないなって。もうブログ、も、ま、う、あ、あのね、あの日々アップしてるやつはもう予約投稿でもう溜め撮りしてるやつはあるんで、まあ、今日はブログちょっと書いてもう終わりかなっていう。 いや、ほんと、薬はね、必要ですね。うん、薬必要。<laughs> そう。でも、薬は必要なんだけど、薬の飲みすぎは良くないと思いますね。うん。まあ、薬って何かっていうと、ま、あその、なんだろうな。あの、なんか、いい話って聞くじゃないですか。で、いい話が薬なんですよ。あ、なんか、儲けた気になるんですね。で、わー、みたいな。まあ、ちょっとはいいと思うんですよ。だって、久保さんも、あの、 寝ヒルすぐ、すげえなわあみたいなね。まあ、それで自分もあんな、あんななりたいなと思った、いまあ、きっかけでもあるわけですから、まあ、そういう薬的な、なんか、夢の世界を見ることも大事だと思うんですけども、薬飲みすぎは良くないですね。うん。多分ね、自分の目標とか夢とか、ほとんどね、影響されてるんですよ、最初っつうのは。だから薬なんですよね。 お金持ちになりたく、なりたいっていうのも、結局お金持ちの人たちの生活を見て、あんな生活したいなと思ってる影響なんですよね。そもそもお金持ちの概念って何なんですかと。何で作られたんですかっていう話で、必ず影響なんですよ。生まれた瞬間、そもそもお金という概念も知らないし、お金持ちという概念も知らないですよ。これは、もうあのー、育っていく中で、いろんな、いろんな映像の影響だったりとか、いろんな人の話の影響だったりとか、まあそれを受けてお金持ちっていうのは、こういう人たちなんだっていう。 なってるわけですよね、うん、だからそのいい薬はあのいい風に使うべきだしでもそれをなんかなんだ見続けるただあいいなみたいなねか久保さんのその質問した人もねなんか聞き続けてるみたいなね <laughs> 全然儲からないですよみたいなね <laughs> そ聞くだけじゃ無理だよねみたいな話なんだけど <laughs> でも薬見てる時はねああんか自分もなんかいけそうな気がするんですよねあのすいませんやらないとダメです <laughs> 今日もね、もう頭痛かったんですけど、ブログ書きましたよ。ちょ、ちょっと。そう、毎日書いてるんで、もう多分今、今月、今月も終わりますから、来月1ヶ月書いたらもう2年ですね。まるっと2年毎日更新ですね。僕10年続けようと思ってるんで、多分10年ブログ続けられる人は多分まあまあいないんで、うん、これ10年続けたらあと8年ですかやりきって、あの、それを武器にして、セミナーします。<laughs> ブログ、ブログ、 書き続ける方法っすね <laughs> どうやったら10年も書き続けられたのかみんなブログ挫折しますよねみたいなまあ YouTube もできるんですよ YouTube でみんな挫折していくわけじゃないですかだから久保さんとのやりとりだから億万長者合宿のなんだ最後またねコロナが終わったらまあ気が向いたらねやってもいいですよねなぜその続けられるのかと僕たちはみたいな <laughs> まあ当分先だと思いますけどね 僕もセミナーリアルで集まるやつは、あのー、もう、もうコロナがなくなる、コロナっていうワードがこの世から消えるぐらいになってからじゃないとやらないんで。まあ、あとね、久保さんももうね、家族の方と時間取りたいって言ってるんで、多分、まあ僕は多分いけるんですけど、久保さんがまあ乗る気じゃなかったらできないですし、当分ないですね、うん。久保さんの気分次第じゃないですか <laughs>。 まあでもさすがにここまでやってるんでね。いや僕としては、まああと一回ぐらいはね、続けてるから <laughs>、やりたいなとは思いますけどね、さすがに。続けてるんで、一回ぐらいは。なんかまとめみたいな。まあ億万長者合宿ファイナルみたいなね。ファイナル合宿みたいな。でも、めっちゃ高額でやるっていう。うん。そう。まあ相当先の話ですしね。やるかどうかわかんないですし。まあ一回やったんでもうね。 まあこのやり取りは続くんで、いってらっしゃい。